願いいたします。どうぞ。はい、日本テレビ柳沢です。訪日、はい、外国人観光客についてお伺いいたします。日本を訪れた外国人旅行者が今年1月から昨日までで2000万人を突破したと発表されました。政府としての受け止めをお願いいたします。本年の訪日外国人旅行者数でありますけれども、10月30日に年間2000万人を初めて超えました。安倍政権発足当初より観光地方創生の切り札、我が国の成長戦略の柱と位置づけて、ビザ緩和、さらには消費税免税制度の拡充など、これまでに大胆な政策を矢継ぎ早に行ってきました。そうした意見が本年に入っても衰えることなく、成果として現れたというふうに思っています。またこの2000万人というのは2020年に4000万人の目標を掲げてますので、あくまでも中間点であって、まだまだやるべきことはたくさんあるというふうに思っています。具体的には民間投資を大胆に活用しながら、まさに国立公園を世界水準のナショナルパークへと生まれ変わらせる、あるいはよくある地域の事業者、ここを政府として支援して古民家などを活用して魅力ある観光まちづくり、こういうものも推進していきたいというふうに思います。あるいは CIQ の計画的な増員、ここも進めます。バイオカードの最新の機器も活用し、出入国の迅速化円滑化をこれも図っていきたいというふうに思います。さらに中国、インド、ロシアなど引き続き戦略的なビザ緩和に、ここは取り組んでいきたいというふうに思います。また世界の人が訪れたくなる日本を目指して、明日の日本を支える観光ビジョンに盛り込まれた施策の展開を含めて、4000万人を目指してできることは全てあると、現在の観光の成果の勢いを継続してさらに前に進めていきたい、こう思います。はい、日本テレビ柳沢です。その政府はその訪日外国人旅行者数の、数とともにその消費額についても目標を掲げていると思いますが、はい、最近その消費額について伸びが、その低迷してきていると、伸び悩んできているという指摘もありますが、そのあたりについてはどのようにお考えでしょうか。爆買いは終わっているのは確かだと思いますけれども、しかし観光客がまだこのような形で増加する勢いがありますので、そういう中で全体としてはやはり消費額も伸びている、このことも事実です。読売新聞の海谷です。関連になりますが、この訪日観光客の増加に伴ってですね、一部地域ではこのホテルなど宿泊施設の不足等も指摘されるようになっていますが、こうした状況を受け入れ施設の整備というのはどう支援していきたいとお考えですか。当初政権発足したときに830万だったものを2020年に2000万の目標を掲げました。しかしビザ緩和とこの免税品を大幅拡充したことによってですね、一挙に予測をはるかに上回る形で訪日観光客の方が増え続けました。そして4年数ヶ月の中でですね、前倒しでできたわけであります。ただこの現実的にですね、宿泊施設が足りないということはこれ事実であります。で、先ほど申し上げましたけれども、古民家の活用、あるいはその空き家の民泊ですよね、今度2泊3日ですかとかですね、そうしたもの、あるいは要赤率 の宿泊であれば緩和だとかですね、そうしたことを政府として支援する中で、なんとかその目標の4000万人の迎えることができるような状況というのは整えていきたい、こういうふうに思っています。はい、長官フェニコテレビのリーです。関連です。中国の観光客の数も消費額も各国の中で1位だと思いますが、中国の中ではですね、今後さらにマルチビザの緩和を要請する声もあります。このマルチビザについては日本政府の考えを。政府と訪日外国人客数を増やすとともに、この富裕層とか、リピーター、若年層の誘致など、質、量ともに観光立国貢献できるよう、戦略的なビザ緩和、ここは進めていく考え方です。で、中国でありますけれども、これまでも段階的に、ビザ緩和を実施しています。先月、先般17日ですね、今月の。には商用目的、文化人、あるいは
知識人に向けて数字ビザの緩和をしました。さらに有効期限を最長10年に延ばす、あるいは発給対象者を拡大をする。さらにまた中国の大学生等に対するビザ申請手続きの簡素化、こうしたことも、措置をいたしました。今後とも、積極的にこのビザ緩和というのは進めていきたいというふうに思います。状況を見ながら対応していきたい、こういうふうに思います。はい、NHK 高橋です。韓国のパク・クネ大統領がですね、知人に政府の内部資料などを渡していた問題で混乱が生じていますけれども、日本政府の受け止めをお願いいたします。まず本件を内政にかかることであって、日本政府としてコメントすることはここは控えたいというふうに思います。はい、関連になります。パク大統領支持率が 10% 台と、著しく求心力が低下しているわけですけれども、これ日本への影響についてはどうご覧になっていますでしょうか。何の影響ないというふうに考えます。関連になります。日中韓の首脳会議、年内に日本で開催される予定ですけれども、議長国として予定通り準備を進めることに変わりはないでしょうか。今申し上げましたけど、何の影響ないというふうに思っていますので、そこは予定通り進めていきたいというふうに思います。はい、朝日新聞の岩です。東京都の小池都知事が塾長を務める政治塾が昨日開かれまして、約2900人が参加しました。来年の都議選の候補者発掘のほか、将来的な小池新党の布石になるという見方もあり、国政に与える影響も予想されますけれども、小池都知事のこうした動き、どのようにご覧になってますでしょうか。東京都知事の政治活動でありますから、行動ですから、政府としてコメントすることは控えたいというふうに思います。ただそれだけ多くの方が集まったということはですね、多くの方が政治に関心を持っている、そういうことではないかなというふうに思います。はい、関連で朝日新聞の岩です。自民党の東京都連ですけども、都知事選で小池氏を応援した区議7人に対する処分について、先送りということを決めました。党の話ではありますけど、今後小池都知事とですね、との関係についてはどのようにお考えでしょうか。まさに党の話でありますから、都連の中で検討して決められたことだろうというふうに思いますので、政府としてコメントするようなことじゃないというふうに思います。はい、共同通信の小野塚です。首相の外遊についてお伺いします。10月にペルーで開かれる APEC の後に首相がアルゼンチン訪問との一部報道がありますが、検討状況いかがでしょうか。何も決まってません。はい、ブルームバーグの信弘と申します。話題変わりますが、本日なんですが、国内の海運大手3社である日本郵政、商船三井、川崎汽船が、主力であるコンテナ事業で事業統合して新会社を設立する旨の発表がありました。世界の物流を担う海運業界のこうした動き、政府としてはどのように捉えていらっしゃるでしょうか。我が国のこの大手、3社の海運会社がですね、定期コンテナ船事業を統合する契約を本日発表しました。海運は我が国の産業や国民生活に支える意味で極めて重要なインフラであるというふうに思っています。で、そういう中で現在、国際海運の運賃市況というのは潜伏過剰や中国等の景気減速によって歴史的な低水準にあってですね、各会社は国際協力力の強化を図ってきているわけでありますけれども、そうした中にあって今回、3社がですね、統合することを発表したことについては、我が国海運力の強化につながる、こう思ってますので、そうした取り組みを歓迎したいというふうに思います。いずれにしろ民間企業の経営にかかるものでありますので、詳細は11時から3社で会見するということでありますけれども、その中で明らかになっていくだろうというふうに思います。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。